県は長い間農林水産業を主な産業としてきましたが、戦後かつてない急激な変貌を遂げ、商工業も盛んになり、現在は福祉、教育、文化、スポーツなど各方面にわたって水準も高まり、生活環境も良くなってきました。の姿は戦後の荒廃した中から復興の意気に燃え、郷土の産業と生活を培ってきた先輩の努力に追うところが大きく、その道は平坦なものばかりでなく、戦の険しい道もあったわけです。この時期にひたむきに生きてきた人々の姿の一部を映像で再現し、先人の苦しみや喜びを知り、身近に埋もれている歴史の真実に目を開き、新しい大分県への発展の礎としていきたいと思います。天皇陛下には戦後間もなく戦争による災害から立ち直りつつある国民生活の視察と、直接国民に接して親しく慰問激励されるため日本各地を回られました。我が大分県にも昭和24年6月にご巡行になりました。陶芸場の陶芸台に陛下がお登りになると、3万の軍民が君が代を清掃、由紀佐賀の時町長の発祥で陛下の万歳を参照すれば、城内は一瞬感激のるつぼと化しました。産業御奨励のおぼしめしから全国でも屈指の佐賀の時清廉性おなりの陛下、品質を誇る文吾さんの天壇牛馬を優しく愛撫されております。沿道に放芸する人民も放芸に応えられて、午前11時59分終点列車が中津駅に到着いたしました。新鋭シート株式会社中津工場、大分県最後の夜、ここ水郷下でお過ごしになられる陛下に、死の名残を惜しむ地元民御船の提灯行列は、紅吹橋から対岸の山野を日の海と化し、川も渡る寒湖の万歳に、陛下は今の廊下から親しくこれにお答えになられました。終点まで荒人神の存在であられた陛下の姿を身近に拝見できたこの御巡行は、戦後の民主化の大きな特徴で、県民も真心からお迎えしました。大分県のニュース映画はこの翌年の25年から定期的に制作され、その第1号の解説は名アナウンサーと言われた今は亡き NHK の和田信賢さんでした。西国東郡立村国交風切り祭道は
戦時中爆風のため大被害を受け復旧工事中でありましたが、9月21日完成、関係者300名を招いて落成式を起行しました。この工事は国立博物館国宝修理係鈴鹿義士監督のもとに昭和23年6月復旧工事に着手し、工事260万円を費やし2年数ヶ月で完成したものであります。以後道村の娘さんたちによる柏村6拍子の盆踊りが参列者を喜ばせました。東国崎郡国崎町安国寺遺跡は2000年の間人々に見向きもされなかったが、昭和25年春鏡山教授など九州考古学会の権威を網羅し本格的に発掘が開始されました。土地所有者はもとより、地元職人会高校生男女104名が積極的に調査団を援助しております。この発掘によりさまざまな植物性遺物などが発見されましたが、これは大和町建設の頃で約1700年前のものと想像されるに至りました。これにより当時の自然環境、文化の経路、生活様式などの一端が判明し、将来の考古学上貴重な資料を与えました。調査団員の脳裏には耳に矢を備えて野山を駆け巡り、またある時は豊後水道に網を投げ釣り糸をされた最古の生活がまざまざと蘇ってくるのでありました。今は亡き元20代演習場司令官横田調査が明治40年から広大な草原に着目して国家の財産一定の念願を抱き、大正10年まで連続造林を実施、今日の大森林地帯を育成した20代森林は一家の紆余曲折を経て県民待望のうちに本県に払い下げられ、昨年6月、細田知事による小野入れ式以来、県営民営愛好をして一斉に伐採を始め、前段にこだまつ小野町立とともに、高校20代の扉は開かれました。頻繁な輸送のため、道路の破損は甚だしいが、朝鮮ドームの影響で、木材は今のところ光だとです。木材の需要がますます激増しているとき、年々10万石に近い木材をこの森林から供給できることは県の発展に発射をかけるものであり、またこれによって完成される県予想部の道林地は県民への楽しい贈り物となるでありましょう。早見郡福町の若宮十大地は今年も2000頭の牛と馬を集め若宮神社前広場で華やかに開かれました。この市は岡山県の国の市、鳥取県大山市などとともに日本三大十大市と称せられるもので、宮崎、熊本、鹿児島などはもとより、遠く四国関西から売り手買い手が集まる活発な取引が至る所で始まっております。この市では短い時間に価格を決める競り市の形式は取らず、売り手買い手がゆっくり相談のできる自由取引制を取っています。この日の最高高値は馬5万円、牛4万円であります。この日の取引も終わり、家路に急ぐ人々の群れは新たに買い入れた牛を引く人々、心を込めて育てた牛と別れを惜しむ人々、それぞれの思いを胸に明日への希望に燃えていました。県教育庁社会教育課では全国に先駆けて珍しい行事、移動公民館を行っています。移動公民館は社会人に必要な教育、文化、納税、政治、産業、健康、生活改善などに関するさまざまな資料やレクリエーションの準備をして、一日モデル公民館としてその実際の方法を示し、公民館の設置を進めたり、またはその運営を助けるためその指導力を発揮して、遠く民衆に包まれた町や村に足を伸ばします。集まってきた人々は示された案内図に従って自分の好きな会場に足を運びます。健康診断、生け花講座、演劇講座、家庭看護法講座、
料理講座、農災講座、農業研究会、これら村人の生活に深い関係を持つ問題、お互いが必要とするものをお互いの理解と協力とが解決しているか、そのための公民館活動は今日大切な課題であります。またここは気楽に集まり、共に語り、共に遊ぶ場所でもあります。公民館こそは新生日本のための村作り運動です。若い草林たちは新生活運動の先頭として、また次の村へ町へと訪れていきます。戦争直後、大分市を訪れた人々はその悲惨な姿に目を覆いました。それはただ類類たる瓦礫の町でした。その中から今日の大日々復興を誰が想像し得たでしょうか。再建の希望、それは一度全てを失ったところからモデル都市として立ち上がることでした。五番の目のような整然たる都市計画、そのオアシスともなるべき市民の憩いの場所、それは公園です。色とりどりの草花で道行く人々の目を楽しませる若草公園、たくさんの種類の木を集めたジャングル公園、すがすがしい散歩道、そして遊歩道路、安らかに眠る墓地公園。今この町のあちらこちらには町の人々を優しく迎える緑の公園やスポーツセンターが手を差し伸べております。これらは大分市の誇りとなっております。漁業の神都市、魚の町、釜江を出場する金着網岩木漁業は、墓地を迎え、ここ数年の不良を取り返そうと活動を開始。今日も夜遅く、暗黒の海に出場した船団は、広い海面を電炭船を使って漁業を追っています。電炭船の指示に従って下ろされた網が、たくましい網子の色に探られると、銀色に光る岩木の群れが踊る。船団が朝日を浴びて月に下見すれば、その日の漁を気遣う家族たちが港に集まってくる。やがて伊藤のいい浮気の陸揚げが始まり、その一部は加工場へと運ばれていく。長い海岸線を持ちながら沖の一本釣りの位置を脱しない本県水産業の中でも特異な存在を持って知られている新着漁業の一日をご紹介しました。カイシワリに横たわる大乳島、この島の男たちは朝早くから夜遅くまで、あるいは数ヶ月も宴会に出場するのを秘めてきております。30年前大火がありましたが、男手不足のため島は海水と化しました。防火訓練のない女子供たちはただ呆然とこれを見送るだけでした。このような状況の中から幾多の障害を乗り越えて結成されたのが荒城女子消防団です。村木の1歳の未婚女子はこの消防団に入団し、厳格な防火警防訓練を受け、男同様の成績を上げております。この消防団の活躍は宴会漁業に出る漁村に大きな舌を与えることでしょう。8月10日、警察予備隊が創設されてから丸1年、
中津予備隊でも東京から日の丸の旗を高く掲げた東京の越冬軍列行進の式典は中津ドンボスコ中等楽団に誘われて行われ、一般参観者に心強い印象を与えました。午後は大分、宮崎、福岡など各県から訪れた隊員家族、参観者とともに一軒の隊員たちは苦労と裸足の遠泳、軽音楽、のど自慢、ラグビー、相撲、機内興味、ヤンヤの喝采を浴びました。日光線佐伯駅からバスで20分、ここはアンゴラウサギの地域で農村副業振興育成村として農林省から指定された下片田村。この村ではアンゴラウサギの飼育が農家の副業として大変有利なことに目をつけ、農業協同組合が組合の一つの事業として村人にアンゴラウサギを飼うことを進めた結果、このように盛んになったもので、現在では共同作業場もでき、脱毛から染色、加工、製品と一貫作業を行うまでに設備も整っております。ここの村人は子供も大人もみんな温かいウサギの毛のシャツや街灯を自給自足しております。農家経済が云々される今日、これは確かに農村家庭工業化による明るい村づくりの一コマと言えましょう。緑の羽の募金運動は県下の学生の手によって道行く人々に呼びかけられ、緑の羽は人々の胸を飾りました。ここは番町川の上流、インディ村の山奥です。通称部に及ぶ荒廃地は自然の暴力の恐ろしさを物語っています。この復旧には数千万円の膨大な工事費が計上されています。山を緑に、地産地水の要点は山に緑の木を植えることです。山肌が荒れるのを防ぐため水路が山腹に作られ、また下流の洪水のもとにならぬよう谷間に堰堤が築かれていきます。影山を緑の山に変えることが平和な郷土を守り抜くことです。南大分の県立農業試験場で研究された成績は直ちに農業改良普及員の手によって農家の手元へ届けられます。農家経営を有利にするための科学的な、例えば酸度検定とか防音設置中苗代の指導などを行い、本県と高齢市では防音設置中苗代が山田にどんどん作られ、すくすくと伸びていく苗代の恵みに感謝しているのです。また能力節約のための蓄力を利用した便利な農具の指導も行っています。9月5日には大分市中島小学校において緑竜同校休止県民大会が開かれ、県下の6家族代表が集まり盛大に行いました。早く緑竜者を返してほしいと真剣な叫びを決し、関係各国への引き上げ促進の要請文を発表するなど、数多くの決意を得て有意義に進み、大会終了後はプラカードを先頭に市中行進を行い、まず県庁を訪れて加藤副知事より激励を受け、さらに各新聞社、放送局などを訪問して協力方を要望しました。91周駅伝競争は長崎市をスタートして鹿児島を巡り、8日目の11月22日延岡大分へ入ってきました。大間小学校前中継所 T 熊本県選手、大分県1位選手は7位で坂本選手にバトンを渡します。坂本選手は中堅中野谷峠に挑み、佐賀県選手に肉薄。次は川登小学校前中継所、地元出身の柴田選手の初登場、郷土の声援を浴びて激走。大分市内に入ってきた1位の山口県選手、歓迎の紙吹雪が空から舞い降り、その力走を称えます。7位に大分県桑野選手ゴールイン。
翌23日午前8時、大分市商工会館前を一斉にスタート。後藤選手、指示を継ぎ、赤松峠を力走し、次の阿部選手に渡します。立石休憩所で交代した久保選手は、鹿児島県選手を追い抜き、ぐんぐん引き上がして力走。今や応援隊も必死の声援。四日市休憩所から柳原選手。大分県最後の休憩所中津市は走る道もないほどの残暑。大分県選手は猪国。このようにして大分県選手は10日間にわたりよく完走しましたが、惜しくも総合成績は8点中7位に終わりました。大分別府漁師の境にある高崎山に数百匹の猿がいました。今年に入って別大国道より6、7分登った万事寺別院です。ボラ貝を吹いてさつまいもの餌をまいておくと猿がやってくるようになりました。お寺の玄関や屋根の上にあるいは庭先に集まってこわごわ餌を拾ってきます。中には子を背負った母親猿も数匹います。高崎山の猿は当時大分市長であった上田保氏の発案でこの猿の餌付けが始められたのです。作家日野足平はこれを取材してただいまゼロ匹という小説を書きました。直入郡鬼村のエラハル、マセノ、坂城などの部落158個は今日まで遠く火山灰地の悪路を苦労しながら製粉、精米などの農産物加工場に行っていました。何分偏僻なところで電力会社の動力線が引いてもらえないので電気利用農業協同組合を設立し、政府の融資を得て大分県第1号として小水力発電工事を始めました。橋の水をトンネルで水槽に送り、そこで落差20メートルを持たせ、15キロワット断層交流を起こすことになっています。なお、この工事では、水の量を増すために、他の橋の水を列車のトンネル内排水口に流すことになっています。これは大分管理局、並びに武田保線局が、地元産業開発のためという理解と協力によってできたことです。今や電柱は工場まで立ち並び、新築の工場には製粉、製米、製爆、全自動製塩機などの初期械が据え付けられ、発電機の到着次第完成するというところにまでなりました。これによって一層生産力の増加と生活文化の向上がもたらされることでしょう。緑の風も爽やかな5月1日、働く者の祭典、メーデーが県下各所で盛大に行われました。前夜祭の行事に引き続いて、中央メーデー大会が開かれる大分市若草公園には、県道庁加盟組合員、および友好団体員5000名が、プラカード組合地を押し立てて続々と詰めかけました。大会では大軍事反対などのスローガンを決定、大会を終わって労働家も高らかに市中デモ行進を行い、働く者の祭典にふさわしい行事を繰り広げました。大分県特産品しっといのくずいを利用したマット生産は昨昭和27年の10月から始められましたが、その後海外各地から続々と注文が寄せられています。技術の習得が割合に簡単なので夫人の副業に喜ばれ、今年度は100万枚1万1000ドルの外貨獲得を目指しています。ただ激しい海外市場の取引であるため、本県特産の線を打ち出すように企画を統一し、品質の向上を図っています。
6月25日朝から天下各地に雷を伴った豪雨が降り続き、県南部を除いて全県下にわたり山崩れ、浸水、埋没、流出などの事故が続出、多数の死傷者を出しました。26日正午ごろ、大分川では南大分の堤防が決壊、古郷付近は瞬く間に一面の泥海となりました。海岸の大分市柏尾北地の郡でもどっと流れ込む濁流に付近の6世帯24名は逃げる暇もなくなり、決死的救出作業でかろうじて救い出されました。舞鶴橋も流出、今鶴南は土のうで防衛しましたが、人命の危険を感じて防衛工事も一時中止のやむなしに至りました。南大分厚瀬川付近では半壊した家の前に多くの材木や藁がうっ高く積もり、倒壊した家の前には前日の恐怖も未だ冷めやらぬ人々が集まっています。激流に現れ完全に切断された道路をなお水が川のように流れ、根こそぎされた地を点々と横たえて荒野のような光景を見せています。中津市から柿坂に至る道路は十数箇所決壊しました。保安隊は救援物資を肩に担いで進みます。水橋下は川沿いの家が多いだけに家屋の被害は最も多く、全市の9割が浸水し、小渕町若宮町一帯の流出家屋は200数十軒に及び、今は跡形なく石瓦となって移転先を書いた建て札が目を引きます。旧大線の鉄橋も押し流されました。また川沿いの天ヶ瀬温泉場でも家屋の流出倒壊が続出しました。宇佐郡高波小学校のあけぼの子ども銀行は成績が非常に良いというので、12月16日大蔵大臣と日本銀行総裁から表彰を受けました。学校ではお金についての正しい知識を与えながら銀行を毎週火曜日に開いています。児童は日頃小遣い銭を節約したり、炭焼きのチラシやノヒカーを山から下ろす手伝いをして貯蓄します。26年4月以来すでに30万円近くの預金高があって、親金融機関の宝木村農協に預けています。ここ福岡県に境を接する山奥の部落、飛騨郡大鶴村佐田山の恩田焼の技術は郷土の無形文化財として指定されています。材料としての郷土掘り、男は登校として作業場に入ることが多いため婦人の働きが目立っています。無造作に掴まれたチクレは足で蹴るノクロに乗せられ、みるみるうちに皿、壺、とっくりと姿を変えていきます。公元2年、約300年の昔から朝鮮伝来そのままの奥ゆかし原始的製法を伝えています。イギリスの陶芸家バーナード・リーチさんがこの伝統の美に魅せられてやってきました。自らろくろを回し絵筆を取って2週間にわたり恩田の技術を研究しました。上薬をかけ釜に入れ、天下の絶品が生まれることも稀ではありません。ここでは主として日常に使用される亀、壺、土瓶、花瓶などが作られますが、また民芸品として素朴簡素な恩田焼は通人に珍重されています。県南の漁港釜山町では40メートルの強風と高潮に襲われ、
堤防護岸や水産物加工場が見る影もないほど壊されました。また漁船の被害も多く、漁業に携わる人々に暗い影を差しています。佐伯市と津久見市の間の海岸線は高潮で荒らされ、至る所で道路や海岸堤防が決壊し、上浦町の民家も大きな被害を受けました。篠宮小学校は1教室が全壊し、1教室が半壊、散乱した机や椅子と本が無残な姿をとどめています。県では台風近づくの方にいち早く災害対策本部を設け、被害の情報が入るにつれ、それぞれの市町村に災害救助法を発動し、救援物資を発送しました。被害を受けた各地では直ちに復旧に全力を挙げて立ち上がり、大きい復興の意気が見られます。大分市舞鶴橋の完成式は10月6日午前10時から小沢建設省をはじめ来賓204名を迎えて厳粛に行われました。この日を待ちわびていた大分川を挟む両岸の市民たちは早朝から式場付近をはじめ対岸のたもとに人垣を築き、三代夫婦の渡り初めの儀に拍手を送りました。牛木市の松の木生活改善部落はわずか9戸ですが、ここに農繁期作業所が開設されてから今度で5回目になります。個人のみかんの貯蔵庫が提供され、お父さんはブランコや滑り台を作り、お母さんはおやつのかりんとうなどを作りました。これで親たちは安心して農作業に励むことができます。中央公民館では昨年1月から結婚式と披露宴を引き受けています。式はまず開式の儀に始まって、新郎の誓いの言葉、次に杯があって、最後に署名します。披露宴がありますが、他に記念写真などを撮って20人のお客でざっと1万円で上がるそうです。毎年10月1日から全国一斉に行われる赤い羽の共同募金国民助け合い運動も、昭和22年以来立派な成績を収めてまいりました。今まで募金は県下各地の団体施設129カ所に配分されていますが、今その中から地方別に1カ所ずつ訪れてみましょう。まずさゆり愛児園、ここでは主に乳児院として生後間もない幼児から学校に行くまでの孤児や不幸な子を預かっています。大分郡阿南村の庄内厚生館は保育施設と孤児やかわいそうな子を収容する養護施設を持っています。このほか養老院とか精神薄弱児収容施設などでも、この募金による配分金は戦後とかく遅れがちであった福祉行政の中にあって、明るい日を灯しました。大分市民待望の大道トンネル開通式が4月7日南側入り口で賑やかに行われました。延長308メートルのトンネルの開通によって、これまで大道峠で難住していた近くの市町村の人々も大いに便宜を被ることになりました。
下流一帯約2000丁部に保水の目的で工事中の昭和井戸は昭和28年29年に引き続き本年は7月11日に第二艦船の通水試験を行いました。長い間待ちに待った通水だけに地元民や関係者の感激はひとしおでした。この結果昭和井戸も大半を超えたことになり、もう一息の努力というところまでこぎつけました。この地方は県下第一の河川である大野川沿いにありながら、これまでは小さなため池から羽鶴瓶や水車で灌漑する始末で、農家の人は大変な労働を強いられ、その上しばしば灌漑に見舞われていました。大野郡千歳村田原園部落は山の中にある36個の部落ですが、ここの仲良し会が全国一の新生活モデル町村として3月7日総理大臣から表彰されました。昭和26年に発足して、まず現金収入を得るために今まで見捨てられていたこんにゃく玉、鶏卵、干し柿の増産と共同販売を始め、その代金を貯金しました。それと同時に5カ年計画を立て、整理整頓、窓開け運動、衛生方面、かまどの改善、水道の施設を行ってきました。食改善、医療改善など多方面について研究も盛んで、明るい文化的生活を目指して努力しています。武田市三宅の緑会では、自分の生活記録を書いて自分たちの手で印刷して本を作り、お互いに批判討論しています。会員は23名で、毎月2回、10日と25日の夜に集まります。集まると心の中のこだこだがなくなり、仕事に張り合いができてきた。働く仲間、語り合える仲間がたくさんいるのだと思うと力が湧いてくる。そして今は会合の日が待ち遠しい。1月14日には第1回の文化祭を催し、絵画、写真、その他いろいろの展示や芝居などで楽しい一日を過ごしましたが、部落の人々の参観も多く盛会でした。さらに2月29日には会員の結婚式が行われましたが、会員の協力で結婚費用はわずか3000円で立派に祝福されました。この結婚式は見晴らしのいい高台で行われ、ちょっと変わった結婚風景でした。県では体の不自由な人々と巡回相談をするために車を購入しました。この車の名前は青い鳥と名付けられ、レントゲンやその他の機械を積んでいます。第1回相談会を5月下旬から6月中旬にかけて全県下24会場で開きましたが、日頃悩みの多い人々だけに大変に熱心な集まりでした。まず体の状態を各専門医師から入念に調べてもらって、各自の体に応じた生活、構成、職業の各相談を行い、大変喜ばれました。木下知事が最大の力を注いでいる郷土新建設運動が今県下各地に強力に推し進められていますが、その一つここ豊後高田市是崎地区の海苔養殖事業を見てみましょう。昭和31年に農産漁村新建設統合対策による特別助成事業地区として指定されるや、漁場を広げ、それに応じて製造設備も機械化しました。
また全国にも珍しい火力乾燥機13台をカッコに設け、今まで屋外で長時間かかっていたのを500枚から1000枚を1時間半から3時間で乾燥するようにして能率を上げるとともに品質の改善にも大いに役立てています。歴史は浅いところですが、この激しい立ち上がる意欲は先進地を追い越し、今後ますます増産され、無前海区においても有名な海苔養殖場となりましょう。別府市では港が貧弱で周りに空き地がなく、客船が着くと大変な混みようでした。そこでまず港の整備が必要であるということで、県と一体になって国に働きかけ、早くも昭和26年には新しい国際観光港の建設が始まりました。6カ年の歳月を経て第一特定の右側岸壁が完成し、32年3月25日に接岸式が行われました。式には木下知事や荒金別府市長をはじめ多数の来賓が出席して盛大に行われました。これで2000トン級の汽船が一隻つく岸壁が完成しました。県下の母親たちが一堂に集まって婦人会が開かれ、熱心な研究発表を行いました。こうした真実を語り合う夫人の真心が日本の明るい運命をはっきり約束することになるでしょう。朝倉文夫氏は4月11日昭和23年授与された文化勲章を胸に郷里駆け出しで墓参を済ました後、思い出多い岡城などを訪れました。市は大分県が生んだ世界的な長宗我で50年間の業績を集めた太鼓展が4月16日から20日間大分市で開かれました。県内小平銅山の銅で作られた豊後和牛、昭和30年作とも、女性の3つのポーズには限りない平和への願いが込められています。パリへは一度も行かず、しかも堂々と日本の彫刻の基礎を築き上げた朝倉氏は、郷土の出した偉大な芸術家として日本美術史にいつまでも残ることでありましょう。耶馬渓村下郷のカッパ祭りは7月29日雲足満宮境内で古式ゆかしく行われました。この祭りは昔平家の教え人たちの執念が活発水準になってこの地方でいろいろの災いをするので、その霊を慰める意味から始まったと言われ、304年の伝統を持っています。活発に扮した子供たちを中に挟んで鐘太鼓の音も勇ましく、ケアリングを従えた4人の若人たちが大内輪を持って封じ込みの風を送り込めれば、活発たちは平家の教え人の怨霊であったことを暴露して退散しました。コメントの町津久見はみかんでも早くから有名でしたが、何分古いみかん園が多いため経営において不利な面が生じてきました。そこで県の特産化および柑橘試験場の協力のもとに、農廃園の更新や密植園の間伐などを行って技術の改良と新しい経営方針を取り入れて改善に努めています。電化による共同防除や冠水、動力を減らすために共同で傾斜地に柵道を設けたり、農道を整備するなどを行っています。農業協同組合では共同集荷、選果、缶詰加工などを行い、有利な販売に努めています。みかんはビタミン C の補給源であり、またジュース、缶詰に加工されるため、その需要も年々増加し、
特に缶詰は輸出品として大きな役割を果たしています。ところで一方、国東半島一帯が最もみかんに適する土地と分かり、この地方では新しい村づくりの一環として最近特にみかん園づくりが行われています。ここではまず経営の合理化を目指してみかん園の集団化を考え、開園にはブルドーザーを使用し山を深く起こして開墾します。このように国東みかんは出発の初めから新しい技術を取り入れていますので、将来の大きな産地として期待されています。離島振興を大きな政治の一つとして取り上げ、9月27、28の両日現地を視察しました。この島は宮崎県との境にある本県最南端の深島です。この島の生命である港は不完全で、まだ電気もありません。もちろん電話もなく、週1回来る郵便船の他には定期船もなく、全くの離れ小島です。戸数39件、住民は約130名、現在は中学を出るとすぐみんな男女とも外へ出稼ぎに行き、老人と女子供だけが細々と漁をしています。知事は島民と親しく話し合い、悲痛な訴えを聞き、心の奥深くそれを感じました。私たちはこの特殊事情によってあらゆる方面で遅れている人たちの希望がやがて一つ一つ叶えられていくことを願うものです。ここ福見市のほと島は水が少なく、共同井戸から水を運ぶのが女性の大きな仕事でした。離島だけでなく山間部でも遠くから水を運ばねばならなかったり、電気のないところがたくさんありました。木下知事は知事に就任するや、生活水準の最低線の引き上げを重点施策に取り上げ、光と水と医療をスローガンに、水道の普及、無電灯地区の解消、健康保険への総加入に力を注ぎました。全国に先駆けて31年に設けた敬老年金は大きな反響を呼び、国の老齢福祉年金制度を早めたと言われます。岩尾二六さん夫婦は県下で初めて政道年金を受けることになりました。妻の俊さんは昨年から県と山賀町の政道年金を受けていましたが、夫の二六さんは今年の2月11日に満90歳になりました。木下知事は県下で初めてのおしどり受給者なのでめでたいと、岩尾さん夫婦を訪れ年金証書と記念品を贈りました。二人とも長生きはするものじゃと大喜びでした。県では一昨年から新しい村づくり郷土新建設運動の一環として、農村青年建設班の設定を市町村に呼びかけています。32年度は靴、浅地、山賀、野津の4町が青年たちと語らって青年建設班を作って町づくりを進めています。建設班は農家の長男を主に概ね25名の青年で編成され、2ヶ月ないし3ヶ月にわたって自主的な共同生活を行います。その間お互いに農村の仲間としての友情を誓うとともに、学習と作業を通じて村づくりに必要な知識や技能を身につけます。
いずれも素晴らしい成果を上げましたので、県では本年も引き続いて協力を得て、強くこの運動を推し進めたいと考えています。天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、国土緑化推進委員会と九州各県共催で行われる昭和33年度の植樹行事のために久留米山麓北賀湖畔に向かわれました。九州各県、地元大分県内はじめ、全国から植樹に関係の深い1万を超す人々が集まった会場のこの滝所にお立ちになりました。まず天皇陛下が杉の苗3本、次いで皇后陛下が同じく3本をお手植えになりました。参列者が食事しているのをご覧になりながら、市や九州地方自治会会長の九州の林業についての向上を気になり、お言葉を賜りました。行事は滞りなく終わり、玉砂利道で参拝者が別れの会釈をされて会場を離れました。ここから死体不自由児を収容している別府精神園を視察されました。お二人とも特にご関心を寄せられて、廊下やベッドでお迎えした不自由児に優しくお言葉をかけられました。この植樹祭にご来店の際、住友化学鶴崎工場もご視察になり、ここの小野滝所では大分鶴崎臨海工業地帯造成計画について木下知事から説明を聞かれました。大野川と大分川、この間が約7キロあります。でこの間にこの、計画の通り約180万トンを補助したいようにしようということになっています。大分県地方では入梅以来数十日間雨らしい雨も降らず、毎日滑りが続き、農作物は64年ぶりの大干ばつに襲われました。農民はこの大災害に必死になって立ち向かい、苗の方向植えや磁気巻きを試みたりしました。また田んぼに井戸を掘って地下水を汲み上げたり、消防ポンプを総動員して水を送り込んだり、灌漑を最小限に食い止めると苦心惨憺、懸命の努力が続けられました。8月に入るや、県下各地から続々と救援苗が送られて、時期外れの田植えが行われ、灌漑農家から喜ばれました。しかしながら灌漑の影響は予想外に広く、農家や市町村のみの力では到底解決がつかないので、8月7日大分市県体育館で休農県農民大会が開かれ、国県の灌漑対策調査を要求する決議が行われました。木津市育児では歌と太鼓の調子に合わせてため池の補強工事が行われました。ブラックの水田25兆分を潤している育児ため池の前園庭を 1.5 メートル高くして約2倍の貯水量にするためです。この工事が出来上がると毎年干ばつに襲われていた5兆分の水田が被害から免れることになり、30国以上の増産となります。一方、狭間町鬼ヶ瀬部落は水田平均面積が4単ぐらいなのに、たびたびの水害で大分川沿いの田が流されていきます。そこで32年度の農村振興特別助成事業として土地改良組合を作り、山頂部の畑を田にしています。それと同時に農地の交換による集団化、開墾、農道の改良なども行っています。
谷は用水ポンプを設置して水を注ぎ、こうして年間相当の利益が見込まれています。大分川総合開発事業も5カ年の日照を経て完成し、7月30日大分市で盛大に観光式が行われました。ダムに満々と抑えられた水は第1、第2の両発電所で最大出力2万1400キロワット時の発電を行うとともに、地下の移動を通じて400兆部の水田を潤し、年平均800石の米の増産をもたらしています。東国崎郡武蔵町の吉弘部落に伝わる吉弘学は、今から約600年前に始まったと言われます。今日でも毎年旧暦6月13日に部落の八幡社境内で古式豊かに行われています。その行事は五穀豊穣や害虫除けを祈願するためのものと言われ、勇壮で真剣な踊りが数時間にわたって続けられます。地形地質が極めて複雑で、平地が少ないため道路は幅員が狭く、急な坂道やカーブが多いのが特徴です。またトンネルの多いことは全国一です。最近の自動車交通の発達は目を見張らせるものがあり、県の自動車台数も昭和32年度は25年度に比べて約 3.18 倍の1万1400台に跳ね上がっています。橋は現在なるべく目標を課せないようにして永久橋にしています。また舗装は大半国交所によって行われ、人家のあるところでは交通車両が1日あたり300台以上、その他のところは500台以上の道路を対象としています。道路の補修にはグレーダーや道路工夫が活躍しています。道路工夫は女2人を含めて267人、1人当たり 12.5 キロを受け持って真剣に働いていますが、道路の消耗には追いつけぬ状態です。そこで毎年9月15日から10月31日まで道路を良くしましょう特別県民運動を行っていますが、県民の異常な協力を受けて立派な成果を収めています。離れ島の人々にも劣らぬほど不便な生活を強いられているのは山村に生きる人々です。その一つ、すぐに九重町栗原部落は戸数30戸で交通の便が悪い山村の僻地です。ここには小学校4年までの分校があって、児童数は22名、先生は1人です。小遣いさんがいないのでお茶沸かしの子供たちが交代です。またノートとか鉛筆などちょっとした学用品は先生から買います。店がないので毎日 2,3 人の行商人が医療品とか食料品などを持ってきます。現金収入が少ないためか、昔ながらの物々交換の風景も見られます。買い物もちょっとそこまでというわけにはいきません。約8キロ離れた麓の町まで馬を仕立てて出かけるのです。この部落の最大の願いは、
一日も早くオート3人やジープなどの車が通れるような道ができることです。つい3年ほど前までは PTA の組織もなかったこの部落に、今では先生の努力と親たちの理解によって母親学級が開かれるようになりました。このようにして山村僻地の暗い壁を切り開く新しい芽は健やかに育っていきます。県では県庁と県民との結びつきを深め、形成の民主化をもっと推し進めるために初めての試みとして半島を行く文化キャラバンを編成しました。これは移動県庁とも言うべきもので、 NHK や地元町村とともに9月10日から4日間にわたって国東半島の太田村、国東町、国見町、竹田津町の4カ町村を回りましたが、参加人員は延べ1万3000人に達する盛況でした。医療相談は県立病院長をはじめ各社の部長によって行われましたが、どこの会場もたくさんの患者が詰めかけ、合計1000人以上の人々を診察して非常に喜ばれました。知事を囲む村づくり座談会も行われましたが、移動県庁の催しを通じて敵地の人々の声が反映し、今後民主的な県政がさらに強く推進されることが期待されております。大分県の高齢地産卵栽培は数年前から試験的に始められましたが、予想以上の好評を得て、ここ 2,3 年の間に作付け面積は飛躍的に増加し、本年の生産量は約 4,000 トン以上が見込まれています。県下で最も広く栽培を行っている津郡九重町の生産地も出荷に大あらわです。ここでは4つの農協が団結して九重高原成城素材の信用を得るため、品質や目方を厳重にします。昭和34年、この年も6000人に近い学卒者が県外へ就職していきました。ジム景気を上回る岩戸景気の中で、多くの金の卵を送り出さざるを得なかった農業県大分にとって、工業化への道が強く望まれたのでした。大分と鶴滝の間に臨海工業地帯を作って、県民所得を飛躍的に伸ばし、雇用の増進を目指している大分鶴滝臨海工業地帯造成事業は着々と進められています。この大分鶴滝地区は瀬戸内海の西の端にあたるので、交通は極めて便利、海は遠浅のため埋め立てに適しています。工場適地となる埋め立て総面積は880ヘクタールで、北九州に次ぐ一大工業地帯になります。現在埋め立ては1号埋め立て地から始まっています。この埋め立てされる海面は海苔採集場でしたが、漁業保証の話し合いも円満に解決され、保証金をもらった漁民の中には、専業して養鶏や港湾医薬などを始めた人もいます。大分鶴崎臨海工業地帯の建設が始まったこの頃の大分市内の様子をしばらく見てみましょう。
計三輪車以上の県の自動車台数は現在のおよそ30分の1の1万4000台に過ぎませんでした。ここは富士に連なる金山の南、海抜850メートルの第一大電屋開拓。26年秋、8人の男たちによってこの諸女子に最初のクワが打ち込まれ、開墾が始まりました。しかしせっかく植え付けた農作物もここでは風が強く、大雨のたびに土砂が流され、加えて霜と寒波に収穫もできず、いくたびかの失敗が繰り返され、また付近の原野を利用して家畜を養っていましたが、死亡率が高く、生活の苦しさに耐えきれず、2年目頃から幾人かが山を去っていきました。長野県から来た開拓者の一人は次のように語りました。初めは私が非常にこうその喜んできたんですよ。これはいいところだと、こういうその雄大な原野、まあ、ちょうど満世のような感じですからね、それで、こういうところでもってやるのはもう大いにできるだろうという希望を持って行ったんだけれども、実際にはやってみるとなかなかそういかない、まあ、私たちが全然この予期してなかった台風、それからこの梅雨時の長雨と、この2つの問題でもって非常に苦しんでしまった。そしてむしろまあ一時はその全部に対して非常に悲観もしたし、あるいはもうダメじゃないかというような諦めもしたんです。好条件の悪い高齢地では平坦部の農作業式では通用しません。そこで県から気象観測の機械を借り受け、数年前から科学性を取り入れた新しい経営方法を生み出そうと努力しています。ここにはまだ電気が来ていませんが、それにも増して水の不便は大きな暮らしの障害になっています。風呂を沸かすとなると、半日がかりで水を担ぎ上げます。子供たちは往復14キロの山道を歩いて学校に通います。学校の帰りが遅くなるときは、大きな声で童謡を歌い、寂しさを紛らわせながら帰ってきます。しかし、ここの人たちは現状に決して悲観も失望もしていません。1年や8年の結果でなく、2代3代の努力の結果を信じ、九州最高地に立つ開拓者の誇りを持って力いっぱい大自然に挑んでいます。大分鶴崎臨海工業地帯に誘致される富士製鉄との調印は2月24日、東京赤坂のホテルニュージャパンで行われました。会社側から長野社長、県側は木下知事、上田大分市長、下郡鶴崎市長など、また立ち会い人として大分県工場立地研究会会長、後藤文義はじめ、6市が調印し、富士製鉄の誘致が正式に決定しました。大分県が鉄と石油の2大基幹産業の誘致を目指して1年半、昨年の九州石油の誘致決定と合わせて、これで臨海工業地帯建設の理想的基盤が固まったと言えましょう。佐郡大山村は新しい村づくりに有線放送が非常に効果を上げているところです。この村は山村であるため、36の部落が山によって遮断され、小学校も4つに分かれています。村長と農協組合長を兼ねている八幡氏は、設置の動機について次のように語りました。各農家の、まあ、指導と申しますか、原因の指導という今の言葉でありますが、心上げてみたわけだな。ところが、実際にやってみると、やはり直接ご本人たちに会って、話をしなきゃならないということが分かったのであります。実施してみましたけど、非常に山奥で、関係ブラックが点在しておって、ブラック状態を出すということは非常な、時間と動力を要して、
これをスムーズにやるのには人間法とか何かでないとうまくいかないんじゃないかという、まあ、体験から書いたわけだね。今日は鈴木部落の共同養鶏場を訪れました。どんな小さいことも村全域に放送されるのも特徴の一つです。どこの部落の婦人会が何をやっているか、どこの椎茸研究会はよく集まっていて熱心だとか、すべて他の地区の人にまでわかります。薬品品部落、今日は竹の里部落を皆さんにご紹介いたしましょう。ちょうど農水日でございました。階段公開というのがですね、まあ逆に畑掘りなんですが、初めはですね男ばかりで1年ぐらい続いたんですが、今まあかなり能率は上がっておったんですけど、まあ婦人ブレンズがじっと見ておって見かねてから、そうだったらそのまあおなごりんちの子の一緒に出てくれんかというようなことでですね、まあ、その今こちらでそのアベック作業つけ罠をつけておるようなわけなんです。大分県立芸術短期大学がこの4月から別府市に開校しました。県立の芸術大学は西日本では初めてのこととあって、県内はもちろん県外からも期待は大きく、今年は県外を含めて93名が入学しました。ここには美術と音楽の2科があって、美術の方は絵画、図案、服飾、音楽の方は声楽、器楽の各部門に分かれています。生徒数に比べて教授や講師の数がぐっと多く、高切な教育が行われるのもこの特徴の一つです。第1回大分県身体障害者体育大会が10月22日大分市と別府市の会場で行われました。この催しは本県で初めてのことでしたが、630名の選手が参加し、我が国でも最初の組織的な催しでした。これまで身体障害者のスポーツはレクリエーション程度には行われていましたが、競技などは危険と見る反対者もいました。この大会の成功によって全国的な身体障害者体育大会が開かれるまでに発展したのです。南あまべ郡与野津村ではハマチの養魚が行われています。最新の漁業はただ単に取るだけではなく、育てて取ろうといういわゆる養殖事業への体質化が大きく取り入れられようとしています。中でもウリの子であるハマチの養殖は沿岸漁業を救う手として新しく登場を期待されています。与野津漁協では昨年5月5、6センチの稚魚3万尾を湾内で捉え、生けす15箇所で本格的な養育を始めました。組合長はハマチの養殖は陸の養豚と全く同じです。問題は餌の自給ですが、幸い区域内には町網5頭があって創業していますので、それと抱き合わせに地域漁業振興の一つとしてハマチを大きく取り上げていこうとしているわけですと言っています。直入り郡九十町の九十三国に開拓地実験農場が35年から建設されています。標高850メートルから1000メートルの九十高原にあって、広々とした草原が続いています。実験農場はこの一帯の草原を産業的に利用するため行われているものです。
こういったパイロットファームが全国で5カ所設けられています。この規模は総面積83ヘクタール、そのうち高地40ヘクタールを大型トラクターなどの珍しい農機具を利用して耕作しています。まだ乳牛は36頭ですが、将来は乳牛を増やし、労働生産性の向上や生産費の引き下げを狙った酪農経営です。搾乳室は4頭並立のパイプライン式ミルカーを使用して、同時に4頭を搾乳することができるようになっています。北川総合開発事業は県南の山岳地帯を流れる北川の水を利用して工業振興のための全源開発と県南地域の総合開発を行うため33年から始められました。北川ダムは梅橋の北川本流に作られ、高さ82メートル、長さ188メートルのアーチ式ダムで4000万トンの貯水を行います。しかしこの人工湖のためには梅橋の人家36戸をはじめ田畑山林が湖底に沈みました。この水を約4キロ下流の宮崎県北川村までトンネルで導いて、北川発電所で最大出力25,100キロワットの発電を行います。37年8月12日、北川発電所で木下知事は感激のスイッチを入れます。この工事もついに完成し、営業運転を始めました。旧県庁舎は白地城あるいは土産城と呼ばれた城跡にあって、本館は大正10年に建てられたものでした。今日まで40年余りを過ぎ、その一部は戦災を受けた建物です。一方県議会の議事堂も戦災に遭い、戦後は県の公会堂が議事堂になっていましたが、これも大正9年の建築で建て替えが必要になっています。しかし毎年の相次ぐ台風や水害などで県の財政が苦しく、34年になって赤字の解消の見通しが立った機会に県議会の賛同を得て県庁舎を建設することに決定しました。新庁舎は35年12月に着工して、約2年後の37年10月末に完成、37年11月10日には廃校した新庁舎がようやく完成し、めでたく竣工式を行います。知事が正面階段に貼られたテープに会長のハサミを入れ、玄関回廊の渡り染めを行います。続いて午前11時から成長ホールで各界代表約1000人を招待して盛大な落成式を行いました。生産や人口の増加につれて当然交通量が増えます。そのためまず幹線道路として県内を縦断する一級国道を整備しています。国道10号線では中野谷トンネルが開通して、旧道に比べると車で3、40分短縮されました。また九州横断道路も自衛隊の協力で湯布院と水分峠間の道路建設が終わって県に引き渡しを受けました。全線の舗装も秋までには終わって開通の予定です。大分県特産の木頭岩は従来大変な労働を要していましたが、最近は変わってきています。木頭岩を分割するのにも今まで1話に40分ぐらいかかっていました。
自動分割機はわずか3時分で済ませてしまいます。乾燥機の普及も進んでいます。これによって乾燥場まで運んだりする手間が少なくなるのはもちろん、にわか雨などの天候を心配する事務労がなくなります。大分市大南地区の湯立では11戸の農家が農業構造改善事業として養蚕を取り上げ、屋外に共同飼育場を設けました。桑の葉は枝ごと収穫し、そのまま蚕に与える屋外上層育を行って手間の節約を図っています。蚕が繭を作り始める時期に要した手間も一人でにまぶしの中に這い上がらせる、いわゆる全常属法を取り入れたことで全体で約3分の1ぐらいの動力で済むようになってきています。大分臨海工業地帯の2号地で10月2日県と昭和電工株式会社および八幡化学工業株式会社との間に2号埋立地の引き渡し式が行われました。木下知事を中に挟んで昭和電工の安西社長、八幡化学の小室副社長の3者が正面席について引き渡し書、引受書をそれぞれ朗読、署名して相互に交換しました。1号地の九州石油からナフサの供給を受け、石油化学コンビナートを建設する計画です。九州横断道路の開通式は10月3日熊本県一宮町で行われ、その後数百台の車によるパレードが別府市へ向かいました。途中九重町長者原で小山建設大臣、上村道路公団総裁、三県知事らが喜びの引きバサミを入れました。今度開通した別府阿蘇道路は九州横断道路の一部として道路公団が建設したものです。国東半島の秋松に住んでいる竹中芳子さんは夢を追い19歳の春重町に侵され、26歳から48歳の今日までそこに生きたきりですが、残された機能を何とか生かそうと決心し、通信教育で転訳を習い、昭和28年から転訳講師を続けています。竹中さんは転訳しているとき何よりも生きることの尊さを感じます。たとえ細々とした力でもためになる本をこれからもたくさん転訳しますと手を動かし続けます。今までに小説、伝記など約40冊を転訳しています。本となったページ数は約3万ページ。それらは日本点字図書館や大分県点字図書館に送られ、目の不自由な人々の光となっています。大分県は先制の飛躍的な発展を図るために別府湾南岸の大分川から仁宇川の間の地先の海面を埋め立て、近代的な臨海工業地帯を造成するため32年から事業に着手。すでに1号、2号、5号埋め立て地は完成し、現在3号地を埋め立て中です。3号地と内陸部との境になるクリークもほとんど完成しました。5号埋め立て地も完成し、いろいろな工場や倉庫が立ち並び始めました。ここの岸壁も一部完成しました。県では大分臨海工業地帯の造成と並行的に公害調査に真剣に取り組み、新しい工業地帯を作るにあたっては快適な環境を持つ
工業地帯の実現を目指しています。特に産後埋め立て地の廃墟地が急激に被害化されようとしていますので、大規模な土地区画整理事業が行われています。そのための家屋の移転も大仕事です。原川地区だけで1432戸のうち627戸が移転せねばなりません。特に原川は曲がりくねった未改修河川でしばしば被害を出していましたが、流れを新しく変えて全面的に改修しました。また大分市明野では県住宅供給公社の件によって昨年の暮れから住宅団地の造成が始まりました。この団地は新産業都市のベッドタウンとして185ヘクタールに47年頃までに6500戸2万4000人を収容しようという万物団地計画。こうして埋め立て地の造成と同時に理想的な新市街地づくりが着々と進められています。この明野住宅団地造成地は戦後開墾され、酪農が盛んな開拓地でした。大分市の急激な変化はここではっきり見ることができます。10号線で最も難所と言われた宗太郎峠は、わずか8キロの区間にトンネル4、長さ20メートル以上の橋25、日光本線との立体交差4カ所を作るという大工事でした。この道路の開通によって大分宮崎両県の経済交流や観光開発が盛んになります。また道路の完成は地域格差を少なくするためにも大きい役割を果たすものと期待されています。第21回国民体育大会地域大会の開会式は天皇皇后両陛下をお迎えして華やかに繰り広められました。いよいよ入場行進。競技団体地は大分県スポーツ少年団のリーダーによって組織されています。地元大分県選手団団長小林正樹さん849名、女子選手も男子選手も開催権の誇り高くアンプーサーを力強く踏みしめています。木下知事の開催宣言。爽やかな秋晴れの今日、ここ大分市市営陸上競技場に天皇皇后両陛下のご臨場をいただき、無上の光栄と感激の中に、ここに第21回国民体育大会秋季大会の開会を宣言いたします。大会旗は大分市内4つの高校の陸上競技部員によって保持されています。許可は大分県陸上競技選手岡本一子によって保持されています。国体で初めての女性最終ランナーです。
戦の痛手から立ち直り、林道県大分の汚名を返上するため、農耕平均の旗印のもとに大分臨海工業地帯の建設は着々と進み、今また大分国際で大分県の成績は総合1位という素晴らしい活躍ぶりに、県民は等しく希望に胸は膨らみ、大分の前途は非常に明るいものが約束されたかのようでした。その後、高度経済成長時代が終わり、低成長時代に入り、本県も全国的に見て県民所得の低いこと、過疎率の高いことなど、いくつかの反省点が浮かび上がってきました。激しく移り変わる時代の動きの中にあって、これからは地方の時代と言われています。人間性豊かな生活を送ることのできる郷土を建設するためには、県民同士が信頼を深め、自治意識を作り上げることが強く要求されます。そして県では産業を起こし、人口の定着を図るため、一村一金運動の展開と新産と日計画を車の両輪として進めています。80年代の課題は省エネルギー問題ですが、幸い大分県は地熱、温泉熱が非常に豊富です。これは他県にない条件ですので、県では本格的に取り組み、省エネルギーのモデル県を目指しています。昔から人材に優れ、地理的環境にも恵まれています。協調、創造、健康のスローガンのもと、新しい数々の構想が生まれ実現されていくとき、大分の大地や空は無限に明るく希望に満ちていると言えましょう。